ハラーズ・アトランティック・シティ、または、ハラー・アッツ・リゾート・アトランティック・シティとは、アメリカ合衆国ニュージャージー州アトランティック・シティにある、カジノホテル。遊戯施設面積は、ボルガタホテル・カジノスパが同じで、内装テーマもゴールデン・ナゲット、アトランティック・シティと、共通している。ホテル名は、シーザーズ・エンターテインメントの役員として、 当ホテルのオーナーを務めたウィリアム・ハラーから取ったもので、建設自体には関与しなかった。アトランティックシティのマリーナ地区に45階建てのウォーターフロントタワーがあり、2012年にレベルアトランティックシティが開業するまでトランプタージ、マファルのチェアマンタワーを上回り、アトランティックシティで一番高いビルだった。1980年11月22日、506室を完備する。 ハーバータワーでオープンした。オープンを機に芝叩く間にアトランティックシティで一番人気を集めるカジノホテルに上り詰め1984年にハーバータワーを改装し、1986年にアトリウムタワーが完成した。隣接するトランプマリーナが開業し集客競争となっていたものの、1997年に新たに16階建てのマリーナタワーが完成した。 2002年に25階建てのベイビュータワーが完成し、ハーバータワーとアトリウムタワー、マリーナタワーのつながる廊下が新設され、同時に遊戯スペースも拡張された。2008年にプールとスパ施設を完備したウォーターフロントタワーが完成し、アトランティックシティで一番高いビルとなった。2003年に開業したボル型ホテルカジノスパと集客競争の相乗効果が起きた。 このタワーは夜になると LED ライトアップされる仕組みになっている。2016年11月、ベイビュータワーの全面改装がスタート。450室のスイートルームを改装し4階から6階をクリスマス前に改修を行い2016年12月23日に完了し2017年新年早々に2ヶ月間の全面改装を正式に完了させた。ありがとうございます。